頭の後ろに添えられたら、ヨガがそもそもできるできないのものじゃない、それにとらわれなくていいということ、たとえ周りが頑張ってても私はちょっと今日休もうって思えたりとか、周りを気にせずに練習できるようになってくると思います。単に体を動かしてるって、それはヨガじゃなくてストレッチなんですよね。そこに吸う吐くの呼吸を合わせていくのがヨガなんですけど、まず呼吸に意識が向いてくる。呼吸がコントロールできるようになるとマインドもコントロールできるようになるし、お仕事で切羽詰まってたり時間がないからって理由にしている方こそやってほしいです。吸って、吐いて、後ろ足のかかと内側に、モーリア、吸う。